どこなんだ。純平くん、おい、何やってんだ。あなたも一緒に来て。私たちをどうするつもりだ。そんなことよりも早く。カードは揃ったみたいだ。邪魔だ、どけ。コードネーム。どっちを選んだの？やってくれるのね。誰なんでしょう。忘れるわけの中で。どうすれば外されない？なんで知ってるんだ。よろしくお願いします。なんだ！いった！な、ああ！くそ！ベッド？あの高さから落ちたのかよ。悪かったか。いや違うな、そうじゃない。地震にしてはやけに小刻みな揺れ方だよな。ってそんなことより、ここは一体どこなんだ。止まったのか。なんだこの音。うす、気味悪い。あれは5ってなんだよ。開かないか。なんだこれ。この装置が扉のロックを制御してるってことか。おい、誰かいないのか。開けてくれ。なんだよこれ。腕時計じゃないよな。
5。同じだ。扉の数字と。これ、どうやって外すんだ？この横に出っ張ってんの。こいつを押せばいいのか？くそ、反応がない。腕から無理やり引っこ抜くしかないか。あ、くそ！ダメだ！全然抜けない！たく、何なんだよ、この腕輪は！ここは一体どこなんだ！なんで俺はこんなところにいる！なぜだ！なぜ！一体何があったって言うんだ！あ、あったまか。この窓。これって、まさか、ここは船の中なのか？暗くて何も見えねえな。せめて、外の様子がわかれば、いいんだが。え？おい、マジかよ！なんなんだよ、これは！あ、いられるか？いたら返事をしてくれ！水が、もうこんなところにまで。熱いぞ。とにかく、どうにかしてこの部屋を出ないと。Thank you.
あえずこの鍵は持っておくか。なんて顔だ。まるで死人じゃないか。本当に一体何があったっていうんだ。どうして俺はこんなところに。確かバイト上がって部屋に帰って、それから「ただいま」って返事はなくてもつい言っちゃうんだよな。あ、今日もよく働いたぜと。ん？風？変だな。窓なんて開けたっけ？別におかしなとこはないよな。やっぱり、ただの閉め忘れか。な、誰だお前。力が、抜け。公園に戻るといい。お前は選ばれたのだ。これからお前にはゲームをしてもらう。ドラリーゲーム。生死をかけた運命のゲームだ。そうだ。そうだよ！あのガスマスクをかぶった男、あいつが俺をこんなところに閉じ込めやがったんだ。あの野郎。いや、まあ、あれじゃ男かどうかもわからなかったけど。あいつは一体、お前は選ばれたのだとか奴は言ってたが、わけがわかんねえよ。目的も何も。なんで俺なんだよ。これからお前にはゲームをしてもらう。ドラリーゲーム。生死をかけた運命のゲームだ。ノナリーゲーム。ノナリーゲームって何なんだよ、クソ！
Thank you.
助かったのか。よかったけど、便所にでも流された気分だ。まるで、まあ溺れ死ぬよりはずっとマシだが、とここは通路か。ん、ドアだ。ドアがある。またこの、よし開くぞ。なんだよこれ。ここは本当に船の中なのか。いや、そうだよな、やっぱりここは船の…って、ちょっと待て、巨大な水の塊が押し寄せてきている。やばい、逃げないと。シデキ…ビデキ…急げ、急げ、次がエデキか。仲間が一人増えたわね。え、踊り子？違うわよ。それよりあなたも早く。違うとか言われても、
銀髪？ああ、仲間、こいつがね。なんだよ。別に。上はダメだ。扉は2枚あるが、両方とも開かない。扉？開かないって。だからほら、あなたも一緒に来て、早く。これで9人か。どうやらカードは揃ったみたいだね。え、ちょっと、しまった。なんなんだ、さっきから。ライオンみたいなじいさんにピンクの頭の女の子、意味のわからない言葉を残していった王子様にと。え？何も言わずに行っちまった。おい、何ポケット突っ立ってんだ。さっきのおっさんの話聞いてなかったのか。上のフロア、 A デッキの扉は開かない。だからこのフロア、 B デッキの扉をこれから調べるんだ。分かったな。だったらさっさと動け。あっ、あっぶねえな、あの岩男。お、4。じゃあこっちの扉には5。同じだ。俺が閉じ込められてた部屋に同じように数字の書かれた扉があったんだ。そうか、君の部屋もか。私がいた部屋も同じだ。ドアに数字が記されていた。それを開いて通路を抜け、この大階段のある広間へとやってきたんだ。あ、私も。俺も同じだ。確かに数字の書かれたドアがあった。ねえ、そんなことよりも早く。わかってるよ。開けよ。ち、ダメだ、びくともしないぜ。邪魔だ、時計。あの体当たりでもダメなのかよ。何か方法は。この装置、あの三段ベッドがあった部屋のものと同じだな。ってことはつまり、この扉も施錠されてるってことか。いや、それでも。あー！くっそ！他に扉はないのか？もしかして純平くん？お前、もしかして、アカネか？Shutting them on your side. I'm not going to apologize.
なんだ？何？今の声。この声はあのガスマスク男の。てめえどこにいやがる。出てこい。一体私たちをどうするつもりだ。何なんだ、そいつは。バングルってのはこの腕輪のことか。踊り場の方から聞こえてきてるみたい。時計が時を告げているんだ。鐘の音が9回9時ってことか。それも多分午後の9時だ。あの三段ベッドの部屋、窓の向こうは真っ暗で何も見えなかった。だから今が夜であることは間違いないと思う。だとするとタイムリミットは明日の午前6時ということになるが。やいてめえ、何様のつもりだ。出てこいこの野郎。銀髪のやつがずっと怒鳴り続けてるな。他の奴らは。わからない、わからないことだらけだ。ゼロってのは一体何者なんだ。怒鳴りゲーム、何のためにそんなことを。外反的なものなのか、それとも何か別の目的があるのか。そもそもどうしてそんなわけのわからないゲームに俺が選ばれたんだ。他の奴らもそうだ。この8人が選ばれた理由は何だ。そして何よりも
して茜が。茜とは小学校を卒業して以来一度も会っていない。その茜がどうしてこんなところにいる。偶然なんてことはありえない。必ず意味があるはずだ。彼女がここにいる意味が。とにかくこのままじっとしていても仕方がない。動こう。動く？ナンバリングドアを開くつもりですか？ちょっと待ちなさいよ。あのゼロとかってやつの言ったことに従うつもり？違う、そうじゃない。別の道を探しに行こうと言ってるんだ。まだ調べてない場所が残ってるだろ。調べてない場所？まだ調べていない場所か。俺以外のみんなは A デッキを調べてきたんだよな。ああ、焦ってたんで隅々まで完璧にとは言えないかもしれないがな。だったら先に下のフロアから調べてみよう。どこまで行けるか。まずは降りられるところまで降りてみるのがいいと思う。異議なしだ。では行ってみるとしよう。うわ、何よこれ、完全に水没しちゃってるじゃないの。おいおい、このままどんどん水かさが上がってきて全員仲良く溺死なんてのはごめんだぞ。いや、今のところその心配はなさそうだよ。ほら、水が流れていないということはどこかでせき止められているんじゃないかな。もしかしたらあのゼロってやつが遠隔操作か何かで水密扉を閉めたのかもしれない。タイムリミットは9時間、ゼロはそう言っていた。ならば逆に言うと9時間は持ちこたえるということに。それまでは沈まないっていうのか。あくまでも希望的観測だよ。そうであってくれたらと願ってるのさ。し、嫌な話だぜ。しかしここから先に進めないとなると我々の動ける範囲は A デッキから C デッキまでということになるな。みたいだな。結論を出す前に残りの C デッキも調べてみようぜ。もしかしたら何か手がかりが見つかるかもしれないだろう。だな。とりあえず目立つのは大階段の正面にある鉄の扉か。2枚とも数字は書かれてないのね。認証装置らしきものもついてないみたい。ダメね、鍵がかかってる。こっちもだ。くせ、どこもかしこも開きやがるね。おい、こっちだ。階段の裏手にも1枚あったぞ。ここも開かないか。こうなりゃ、およせ、手伝え。力づくというわけか。やってみよう。てやれや。ダメか。ちょっと、いきなり暴れないでよ。びっくりするでしょ。すまん。しかし二人がかりで体当たりしてびくともしないとは相当に頑丈な作りのようだな。バカね、考える前に筋肉代理なんて。あ、ほらよく見てみなさいよ。カニ穴？そう、他の扉と違ってここは開く方法が分かってるんだから。鍵ね。何か文句でも？いや、ただそう簡単に鍵が見つかるのかと思っただけだ。なんだこれ、妙なマークがついてるな。何か意味があるのか。ねえこっち、後ろの方も見てよ。あ、こっちも扉か。扉っていうかエレベーターだよね。これ横に逆三角形のボタンがついてるし。押してみるか。反応がないな。電気が来てないんですかね。もしくはこのドアの横にあるカードリーダーが関係しているとかかな。あ、ここにも妙なマークがあるな。何なんだろうなこれ。小文字の H の縦棒にマイナスを加えたみたいな記号だが。土星のマークですね。占星術なんかで使われるシンボルみたいなものです。じゃあさっきの扉にあったのは
れは太陽のマークだと思います。星のシンボルは A デッキにもあったよね。そんなもんあったか。記憶にないわね。 A デッキか。俺はまだ行ったことがないからな。せっかくだ、もう一度しっかりと調べに行こうじゃないか。ほら、あの階段の両脇に設置された2枚の扉、左側の方にだけ鍵穴がついてるんだけど、そのすぐ上のところに印がついてるの。あ、本当だ。さっきのやつとどことなく似てる。これは地球のマークです。横の棒は赤道、縦の棒は守護線を表しています。あの天井、鉄板か。まるで蓋をするみたいに打ち付けられてるな。おそらく元はドーム型の天窓でもあったのだろう。あそこから出られたらいいのにね。現実を見ろよ。爆薬でも仕掛けない限りぶち破ることは不可能だぜ。窓も同じか。どれも鉄板で塞がれてる。つまり要するに八方塞がりってことか。正確には3フロアあるから24方塞がりだよ。上下を加えれば26方塞がりだな。いや、やはり24方塞がりだよ。2つの道はまだ残ってるんだからね。数字の書かれた扉、ナンバリングドアか。ねえ、ちょっと待ってよ。さっきも似たようなこと言ったけど、私は反対よ。あのドアを開くなんて馬鹿げてるわ。それこそ犯人のゼロの思うツボじゃない。俺は賛成だ。いつまでもここにいるわけにもいかないしな。そうだな、私も賛成だ。私は絶対に反対よ。とりあえず進んでみるべきなんじゃないの。何が起きるかわからないし、ここに留まるべきよ。そんな時間がどこにあるんだよ。8時間30分後にこの船は海の底へと沈むんだぞ。なあ、ちょっといいか。進むかとどまるかを決める前にやっておくべきことがあると思うんだ。やっておくべきこと？情報交換だよ。俺たちはまだお互いのことを何も分かってない。知りたいんだ、あんたたちが何者なのか、どこの誰で、なんでこんなところにいるのか。気になるだろ、他のみんなだって。私も賛成です。純平君の言う通りだと思います。純平？あ、ごめんなさい、この人のことです。私たち幼なじみなんです。小学校がいまして。待て、聞いてもいないことを勝手にベラベラと喋るんじゃねえ。ゼロはおそらくどこかで俺たちのことを監視してるはずだ。奴に聞かれたらどうする。聞かれたらまずいんですか。まずいに決まってんだろうが。ゼロが俺たちのことを知ってるとは限らない。無作為に適当にターゲットを選んで拉致ってきただけかもしれん。だとすると奴に素性がバレるのは危険だ。家族が脅迫されたり、逆に俺たちの方が脅されることにもなりかねん。家族の誰かを人質に取ったと言ってな。でもせめて名前ぐらいは教えてもらわないと、呼び方がわからないと不便じゃないですか。だったらコードネームで呼び合うことにすればいい。コードネーム？便宜的に仮の名前で呼び合うんだよ。例えば俺だったらセブンとかな。セブン？なんでセブンなんだ。俺のバングルナンバーが7番だからだよ。なるほど、確かにそいつは名案だ。だったら俺はサンタで行こう。サンタ郎のサンタじゃねえぞ、サンタクロースのサンタだ。ということは君のバングルナンバーは。そう、もちろん3だ。わかった、それでは私も君たちに習おう。私のバングルナンバーは1だ。1だから一宮というのはどうかね。
だったら私は社で頼むわ。バングルナンバーはご覧の通り8番だから。僕のことはニルスと呼んでもらいたい。バングルナンバーは言うまでもなく2番だよ。と言っても僕にはその数字は見えないんだけどね。見えない。やっぱりあなた目が。じゃあ次は私だね。私は四つ葉がいいな。四つ葉のクローバーの四つ葉、縁起がいいでしょ。ほら俺の数字は5だ。コードネームは。今さら必要ないでしょ、そんなもの。みんなもう知ってるもの。あなたの名前は純平だって。あ、そっか。だったら私も本名で呼んでください。だってそうじゃないと。純平君に悪いからか。自分だけ本名を伏せるわけにはいかないと。お前のバングルナンバーは6ですけど。だったら紫っていうのはどうだろう。紫、頭に無がつく単語なら何でもいいわけだろ。だから紫で。純平くん、お前もそれでいいよな。はい。ここまでで自己紹介したメンバーは確か1番は一味、2番はニルス、3番はサンタで、4番は四つ葉、5番は俺で、6番の茜は紫、さらに7番はセブン、8番はヤシロ。これで俺を含めて8人のバングルナンバーが判明したことになるのか。あとはそこの鳥の巣頭のメガネをかけた男だけだな。そういえばあんた出会った時から一言も喋ってないな。あなたは何番なの？ねえ、聞いてるんだけど。そんなこと聞くまでもないだろ。今ここには9人の人間がいる。そして1から8までの数字が出揃った。残った数字が僕だよ。9番ってこと？そうだ。コードネームは？コードネーム？呼び方のことよ。みんな自己申告したんだから。あなたも。そんなもの僕には必要ないね。どうして？僕は君たちと一緒に行動するつもりはないからだよ。何か考えでもあるっていうの？あるさ。どんな考えが？教えてほしいかい？うん、わかった。それじゃあ教えてあげよう。こうするんだよ。てめえ何やってんだ。これ来るな。それ以上近づいてみろ。こいつの喉笛に風穴が開くことになるぞ。そうだ、それでいい。四つ葉、大丈夫かい？大丈夫。一体何の真似だ。だから言っただろう。これが僕の考えだ。そいつをどうするつもりだ。安心しろ。どうもしやしないさ。素直に言うことを聞いてくれればすぐに解放してやる。ゆっくりだ。そう、僕に合わせて動くんだ。ここだ。認証しろ。え？左だ。左を見る。
壁に装置がついてるだろう。その装置のスキャナーパネル、円盤のところに手のひらを乗せるんだ。断ったら？君は全く状況が分かっていないようだね。なんなら今すぐ君の喉をかっさばいたっていいんだよ。僕は何も困りはしない。僕が必要としているのは君のバングルだけなんだからね。ほらさっさとしろ。わかった、わかったから。こう？そうか、そういうことか。あの装置の円盤部分、確かスキャナーパネルとか言っていたが、おそらくあれに手のひらを乗せることによってバングルナンバーが入力される仕組みになってるんだ。だとすると、この扉か。しかしどうしてあの男は装置の仕組みについて知っているんだ。それをまるで熟知しているように。よし、それでいい。次は、確かお前だったよな、バングルナンバー一番のやつは。ああ、そうだが。だったら次はお前だ。このガキと同じように認証を。何をしてる！ガサガサするな！こいつがどうなってもいいのか！分かったよ、落ち着け。行くぞ。さあ、認証を。こうだな。これで装置には4つの4と1にある1が入力されたことになる。4たす1イコール5。扉に書き殴られている数字と同じだが、それだけでは扉は開かないはず。あと一人、ゼロの言っていたことが本当なら、あと少なくとも一人必要なはずだ。誰なんだ、その最後の一人ってのは。下がれ、もっとだ、もっと下がれ。元の場所まで戻るんだ。分かった。まさか四つ葉の4と1には1、これに取り除く男の9を足すと4足す1足す9イコール14。14の数字コンは1足す4イコール5。つまりき分けのいい連中ばかりで助かったよ。これでどうにか命拾いすることができそうだ。よし、お前ももう用済みだ。待て、ほらこいつは返してやる。それじゃあ皆さん、お達者で。僕は一足お先に失礼させてもらうことにするよ。ではヨツバ、大丈夫かい？